愛知県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しく見ていきましょう。愛知県の瀬戸市と豊田市西部に土砂災害警戒情報が発表されました。命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に警戒を呼びかける情報です。危険な状況となっておりますので崖の近くなど危険な場所からはすぐに離れるようにしてください。現在の雨雲の状況をご覧いただきますと、愛知県内あちこちで活発なエコーが見られます。特に赤色のエコーの下では雨が激しく降っているような状況となっており、土砂災害の発生に警戒が必要です。土砂災害の危険度を確認していきましょう。ご覧いただきますと一部の地域で紫色になっています。土砂災害の危険度、非常に危険という状況になっておりますので崖の近くなど危険な場所からはすぐに離れてください。ただし避難することがかえって危険を及ぼす状況となると判断した場合には建物の2階以上、崖などからなるべく離れた部屋などできる限り安全な場所に移動するようにしてください。愛知県に発表された土砂災害警戒情報についてお伝えしました。